では早速まず玄関からやっていきたいと思うんですけれども、玄関は完全にガラクタオペラとなっておりますので、興味ない方は一気にスキップしてください。ではどうぞ。下から見ていきますと、この靴棚も DIY なんですけれども、下にエンジニアブーツからちょっと革系のスニーカー、ここは全部 SWC っていうステップニーワーカーズクラブっていうブランドのスニーカーでして、お気に入りブランドで4色今持っております。この辺もヴィンテージの D のブーツジャック、ブーツを脱ぎ履きするようなものだったりとか、ベイプ、今ちょっと全然やってないんですけど、一時期ハマってたベイプのグッズが部屋のいろんなところにあるかなっていう感じです。で、上のこのコーナーが問題なんですけど、ガラクタ置き場、ちょっと説明するのもあれなんですけど、だいたい海外とかのホームセンターで買ったりとかしてるものが多いんですけど、ヴィンテージの雑貨屋さんとかで買ったものだったりとか、古いコーム、海外版の修具と、これとかはこういう同じ趣味のお客さんがいていつも話盛り上がるんですけど、その彼がよく手土産にくれるんですけど、ほんとセンスいいものしかくれないんですけど、そういうものも散らばってます。海外のタバコはかっこいいですよね。はい、ハエたたきとかネズミ捕りとか絶対に必要ないものをわざわざ買ってきてしまいます。工具箱は普通に工具入ってます。これはトラスコの工具箱ですね。はい、で基本的にジャケットフェチとかパッケージフェチなんで、ジャケ買いするんですけど、海外とかでこういう可愛いパッケージがあると中身関係なく買ってくるんですけど、あとはブーツオイル、ブーツの保護用のオイルだったり、これは使ってる香水ですね。ちょっと見づらいと思うんですけど、リトゥっていうブランドの香水使ってます。匂いはアレン、あとマルジェラのレプリカの香水です。一番定番の匂いでしたかね。レイジーサンデーモーニング、これは先輩にいただいたものなんで大事に使っています。はい、あとこれか、 RPSA のもともとファブリックの洗剤かなんか入ってたやつなんですけど、それ使い終わった後にディフューザーとして使ってます。これはヴィンテージの布だったりとか、ヴィンテージのワッペンとか、タトゥー屋さんのでいただいたポストカードだったりが置いてあります。でこの上も収納に一応なってるんですけど、スニーカーの箱がレーンと鎮座してまして、古いパッケージのこういうのが大好きですね。古いものの箱、これはジェネラルエレクトリックっていうアメリカのね会社のものですけど、デザインがかっこよすぎるので、こういうの見つけると買っちゃうんですけど、人から見たらゴミなんですよね。はい、で今ちょっと触れようか迷ったんですけど、これ分かりますか、ドミノピザのとある分野で僕昔日本1位になったんですけど、その時のトロフィーです。これについては今ちょっと触れずにおきます。そのうち
YouTube でお話できたらなとは思います。ね、スイッチパネル、あのお気に入りのアメリカのレトロスイッチみたいな感じのスイッチなんですけど、とてもお気に入りです。これ、まあ、古いヴィンテージのエプロンが飾ってあったりとかします。この辺ステッカーとか今後貼っていく予定です。まだできてないんですけれども、こんな感じです。玄関スペース、キャラクター紹介でした。はい、で次はキッチンなんですけど、キッチンはこんな感じで、こうちょっと無機質な、あの業務用をイメージして作ってあるんで、あのオーブンレンジとかもステンレスのものを基本的に揃えて見ました。ところどころウッドのものとかも入れつつなんですけれども、最近ちょっと料理し始めたので、ちょっと料理グッズ増えていくといいなと思ってます。ちょっと詳細見ていきたいと思います。キッチンはこんな感じになっておりまして、細かく下からいきます。まずはあのバルミューダのオーブンレンジのステンレスの色で、右がアメリカのクイジナートっていう家電メーカーのオーブントースターで、隣アメリカですかね、キッチンエイドっていうメーカーの電気ケトルです。向こうのものだとこういうステンレスの質感がやっぱかっこよいので、全部ステンレスのもので揃えようっていう感じです。ゴミ箱で、この辺はセンサーで開くような便利なものにしてあります。下の棚もこの辺はヴィンテージの木箱があるんですけど、今ちょっと敷居があるんですけど、これ外してあの物入れる収納にしようと思ってます。2つと靴箱とあります。で上に上がってコンロ4つ口で、鍋は、無印良品のものです。無印良品のものがキッチンは多くて、この辺のフライ返しとかお玉とかは無印良品です。でバルミューダのケトル、電気ケトル2つあるんですけど、ケトルがこれは友達があの新居祝いにくれたのでこっちを使ってます。この辺りはキャンプ用品なんですけど、スタンレーだったりとかもこう火をかけて飲み物飲んだりするものなんですけど、この中にちょっと開けれないんですけど、この中にあの今これ紅茶のティーバッグが入ってます。こっちはよいしょ、お砂糖が入ってます。スプーンとかもこれかっこいいですよね。今ちょっと飲みかけのパシフィックドライブインのマグカップ。パシフィックドライブインはあの七里ヶ浜にあるあの海沿いのカフェ で、僕バイクに乗るんですけど、バイクでそのまま駐車場ついてるので、ちょっとカフェして帰るっていうので、お気に入りのカフェのマグカップです。調味料だったり、まな板はプエブコです。プエブコさんのもので、あ、線香液だったり、ハンドウォッシュだったり、
で、この中にあの洗剤入ってます。食器洗いの押すと出てくるような、そういうのがアメリカの公共機関で使われてるようなものを持ってきております。エコストア、うちは結構エコストアにお世話になってます。パッケージがおしゃれでエコ でお値段も高くない、おすすめですね。でキッチンペーパーだったり、あのサランラップ、磁石でくっつくやつに詰め替えてます。これはペンドルトンのものをお皿拭き、洗った後のお皿拭きだったりとか、手拭きは今はこれはアクメファニチャーのちっちゃいタオル使ってます。でタイム、なんていうんですか、タイムのね、時間計るやつ。で上は食器だったり、ヴィンテージのこれもチーズが入ってた箱でしょうね。これもグッドデザイン。この辺が結構、まあ、ツール用のものなんですけど、パシフィックファニチャーサービスで買ったんですけど、この中にフォークとかスプーンとか入れてスタッキングしてます。冷蔵庫がアメリカ製のジェネラルエレクトリック社、ジェネラルエレクトリックの冷蔵庫を使っております。無骨なアメリカンデザインの冷蔵庫は絶対置きたかったものの一つです。あ、でこの上もガラクタ置いてますね。これは好きなブランドの、ファッションブランドのサノバチーズ、サノバチーズのボックス。一時期服とか小物買うとこの箱に入れててくれたんですけど、逆に箱が欲しくて服買ってました。これを積み上げたくて。はい、というわけでキッチンはこんな感じとなっておりました。あと彼がキッチンの守り神です。次はこちらのバスルームなんですけれども、あの見ての通りあのガラス張りでスケスケになってます。あのもちろんシャワーカーテン閉めて目隠しはできるんですけども、ちょっと恥ずかしい作りになってるんですけど、かなり重厚なガラスの扉になってますの でこの中ランドリースペースと、まあ、シャワースペース、バスタブ置いてあるところとトイレと一体になってます。ちょっと中見ていきたいと思います。はい、そしたらバスルームなんですけど、このガラスの扉を開けますと、まあ、すごい狭いスペースなんですけど、洗濯機と浴槽とと、トイレというふうに全部くっついてるんですけれども、でこの洗濯機上のスペースに棚があって、まあ洗濯洗剤、エコストアの洗剤だったり、柔軟剤はこれは香水でも使ってるリトゥーとチャレンジャー、ファッションブランドのチャレンジャーが昔コラボで出したものの中に詰め替えてます。このデザイン、これは捨てれないですよね。中身には入ってないですけど、あとこれはイオンレックス、デニムのインディゴの色が落ちない洗剤、これ4000円ぐらいするんですよ。バカ高い。ちょっともうちょい安いといいなと思うんですけど、これはキッチンとかお風呂場とかいろんなところに使える。これは
アデイのオールパーパスクリーナーとかですね。で上の棚にタオルは今治タオルです。ドライヤーと、これもエコストアのよいしょか、バスルーム&シャワークリーナー、バスルーム用の洗剤です。はい、でトイレちょっと暗くて分かりづらいんですけど、あとトイレスペース特に何もないんですけど、こういうものはアメリカから引っ張ってきたトイレットペーパーホルダー、あとはこれはリトゥ、これもリトゥなんですけど、ディフューザー、ちっちゃいサイズのディフューザーです。基本的に匂い系はだいたいリトゥで揃えてます。で上に行くと、トイレットペーパーホルダーというかタオルバーにトイレットペーパー置いてます。トイレはこんな感じなんですけど、これもお気に入りのチャレンジャーのトイレットペーパー、おしゃれな、これをもし使われちゃったらちょっと困っちゃいますね。こっち使ってください、お客さんは。はい、トイレは特に紹介するものがないんですけど、こんな感じです。バスルームのシャワーサンダルに使ってるアレキサンダーリーちゃんのサンダル、この何とも言えない謎の生物の、これ新作です。これを使ってます。はい、はい、でバスルームのボディーソープ、シャンプー、トリートメントはイソップで揃えてあります。でイソップを選んだ理由は、まあ、あのバスルームにイソップが置いてあると非常にやってる感が出るからという理由で選んでおります。でボディーソープじゃないや、洗顔フォームは、マークス&ウェブのものを置いてます。これもデザイン重視、ただ中身も、ね、やっぱマークス&ウェブいいものを使っているので、はい、これにしました。はい、でここが、まあ、洗面スペースなんですけれども、こんな感じです。はい、歯ブラシと歯磨き粉と、かわいいこのチベタンタイガーでしたっけのカップ、ここはハンドソープ入ってます。キッチンにあったものと同じのの横型なんですけど、公共機関で使われてる、アメリカの公共機関で使われてるディスペンサーで、この鏡の中が収納になってまして、まあ、ヘアケア系ですね。アルミノのフリーズキープグリースだったりとか、まあ、あのリステリン系で、歯磨き粉で、頭痛薬、この辺はオーウェイというブランドのワックス、これもちょっと近づきますね。オーウェイのジェル、ヤイのシアバター、これはもう全て美容専売品でいいものです。プラスジャケ買いです。はい、上も歯磨き粉とか、あとはまああの友達来た時用の歯ブラシ、使い捨ての歯ブラシ常備してます。もてなし用です。でこの鏡なんですけど、これは本当にもう憧れでつけたんですけど、イメージは
こう海外アメリカの映画とかで朝こう起きてパッとこう鏡開けるとシェービングとか頭痛薬とかがブワーって並んでるのがかっこいいなと思ってて、そういうイメージで取り付けました。なのでとてもお気に入りです。はい、洗面スペースはこんな感じでした。